みんな行くぞ。はい、立ち上がれ勇者は僕の中にいる。人間とデジモンは出会っちゃいけない。お互いを不幸にする存在だ。これはお前の願いから始まってるんだ。いや、これが友情だ。いっけー。デジモンアドベンチャー02ザ・ビギニング。デジモンアドベンチャー02ザ・ビギニング映画公開直前スペシャル。ハローエブリワン、皆さんこんにちは。本日は明日いよいよ公開となりますデジモンアドベンチャー02ザ・ビギニングを最大限に楽しんでいただくために、特別なゲストの方にお越しいただいて映画の魅力をたっぷりお伺いしたいと思います。そして申し遅れました、司会進行私松沢千秋でお送りいたします。さあ今回はですね、日本だけではなく世界各国でも上映を予定しておりますので、一部地域ではなんと日本と同時公開されるとのことで、こちらの番組も世界中のデジモンファンの皆様に楽しんでいただけるよう日本語版と英語版でお送りいたします。番組の後半にはですね、本編の冒頭映像なんと先行公開いたしますので、最後までお見逃しなく。それでは早速ですが、本日は映画から選ばれし子どもたちの皆様にお集まりいただいております。早速自己紹介お願いいたします。はい、元宮大輔役片山福次郎です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。イエーイ。そういう感じではない、そういう感じではない、そういう感じではない、そういう感じ、そういう感じ、そういう感じ。さあ続いてお願いいたします。はい、一条寺金役ランズベリーアーサーです。皆さんよろしくお願いします。イエーイ。井上都役浅井彩香です。ハローエブリワン、よろしくお願いします。よろしくお願いします。機団員織役の山谷義孝です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、高橋武役の榎木純也です。ハローエブリワン、よろしくお願いします。怖いな、わかんない、おかしい。矢上光役の真央です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はね、公開直前です、はい、02チームからね、もう子どもたち、うん、もう大集結ということで、はい、まああのね、世界中のデジモンファンの皆様と一緒に楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのね、皆さんのデジモンのぬいぐるみが実物大なんですよね、これ ね、 どうしたいですね。結構でかー、ね、うん、思ったよりもこういつも肩に乗っかってるわけですよ、ね、なかなか掘りそうな剣ムキムキになるかもしれない肩と首が。テイルモンとかホークも大きいなって改めて思いました。大きいですよね、思ったより大きい、ね、まあ、大きくなっても可愛いんですけど、可愛い、ね、そうね、そこはみんな可愛くて、意外とアルマジモンがちっちゃいんですよ ね、 ね、確かに、うん、確かに他と比べると ね、 で す、 ね、うん、ですので、まあ、そんなデジモンたちと一緒に片言も慣れてあげてさあ、このね、ザ・ビギニングですが、02、まず今作一言で言うとビギニングとあるように始まりの物語なんですね。ですので、まあ、デジモンと選ばれし子供の誕生の秘話が、秘密が明かされるということなので、02のみならず、こうデジタルモンスターデジモンファン必見の物語となっていて、ですのでちょっとここからはそんなあの映画をさらに楽しめるこんなコーナーに参りましょう。はい、ここだけは押さえておきたいデジモンアドベンチャーの軌跡。もう02だけでなくデジモンアドベンチャーから、ではね、ここからはね、片山さんにちょっと、あ、僕は大丈夫か、大丈夫かな、大丈夫か、すごいなんだよ。はい、じゃあ本作がビギニングということで、はい、ビギニングということで、はい、このコーナーでは今までのデジモンアドベンチャーで起きた出来事をね、ちょっと振り返っていこうということで、はい、まずはこちらのモニターをご覧ください。ドン、はい、出てますね。こんなことになってまして、光が爆弾テロ事件っていうんですね、あれね、爆弾テロ事件、結構ね歴史的な事件が起きてるんですけど、まずじゃあちょっと追って説明していきますね。全ての始まりはこれ書いてありますように、今説明があった光が丘爆弾テロ事件ということで、1995年に東京の光が丘団地で早すぎた出会い、これ結構大切な言葉なんですけど、はい、早すぎた出会いというテーマで、タイ先輩とひかりちゃんたちが、あの偶然こう人間世界に紛れ込んだデジモンと初めて出会うわけなんですよ。で、気になるのは、まあまあまあ、そして1999年の8月1日に小学生になったタイ先輩たちが選ばれし子どもたちとなって、でデジタルワールドの危機を救うために、こういろんなあのワールドのね、無印の冒険を繰り広げたと。で、
その3年後、うん、3年後に、2002年だから1999年の3年後、2002年に僕ら、はい、大輔、みやこ、いおり、ケンが選ばれし子供に加わって、はい、新しくデジタルワールドにこう訪れた、うん、新しい危機に立ち向かっていくわけですね、はい、で2002年の冒険を振り返る PV がただいまなんと公開中だそうで、こちらをご覧ください。おいいですね、見てましたね、始まりが懐かしいね、この感じ。あ、そうそうそう、世代直撃だから、いや見てたもん、見てた、当時は小学校低学年で野球やっててみたいな、そうですね、そうなんです、だから見れたり見れなかったりみたいな、日曜9時、朝なんですよ、9時とか、そうなんです、確かに、いや起きて見たもん、ケンちゃん、うん、マグネですね、めっちゃめちゃ大好き、あー、いいですね、おー、ここね、結構後半になってきましたね、これ最初は、まあ、でもね、本当に懐かしいからね、結構半分になっちゃうからね。で、これが気になる。これがね、ちょっと見たいよ。かわいい。あー、ね、のはずだった。東京タワー上空に突如現れた巨大なデジタマ。そして、そのデジタマへと接触しようとする謎の青年ルイ。彼は言う、自分はこの世界で最初にデジモンとパートナー関係を結んだ人間だと。次回デジモンアドベンチャー02ザ・ビギニング、今新たな冒険のゲートが開く。はい、はい、ということで振り返りまして、 PV にもありましたけど、さっきね出てた気になるやつ、うん、冒険の終点は、うん、これ2027年、なるほど、はい、の未来で、そこでは世界中の人にこうパートナーデジモンが訪れて、うん、平和に暮らす様子が描かれてると。ちなみに、まあ、さっきちらっと映りましたけど、うん、みんなこれ2027年に僕たちが何をしてるかって覚えてるか、知ってる人います？仕事とか、そうそう、ね、2027年のこの段階でどうなってるかって、ね、覚えてるでしょ、みんな、もちろん覚えてます。で、ね、私大好きは絶対わかるよね。そう、あの、なんとなんと、なんとなんと、そんな貯める、ラーメン事業が大成功しまして、おめでとう。そう、なんかね、あの、雑誌とかに切り抜きになるぐらい、ね、そう、有名な、そう、世界的な、ね、なんか実業家になってるの。いや、すごい、そう、おー、実業家、ウィモンと一緒に、みんなは可愛い、仕事できそう、みんな覚えてる。ケンちゃんはね、警察官になってます。あ、そうね、はい、そうで、結婚もしてね、そう、はい、で、はい、妻です。そうなんだよね。おめでとうございます。ありがとうございます。結婚されて、子供もだって3人も、そう、ね、超子供さん、そう、いて、はい、家族だった。びっくりしたもんね、最初見た時に、あの、未来を見てね。そうなんですよ。しかもフォークももう子育て一緒にやってくれてて、うんうん、 そうね、そこがすごい印象に残ってる、うんうんうん、で、イオリは弁護士です。おー、金持ちだ、エリートね、そこ。あ、待って、出てるわ、出てる出てる、そう、冒険の中でね、戦いの中でね、いろいろ学んで弁護士になろうってなったんですよ。ちょっと待って、これなんか気になるんだ、これ。私はどう、ねえちょっと、どうやって言っていいか、若干一人おかしい人いない、これね、あれ、なんかどうした、なんか何か嫌なことでもあった、そういうこと、何これ、なんでなんで、これ何これ、こんな未来でした、ね、真ん中の方、真ん中の何この仕込み、何この仕込み、間違い探しみたいな、何これ、謎の何だ、何そのこれ、松田さんに向けたなんかサービスとかですね、好きそうなイメージが勝手に、そうなんですよ、あ、戻った、これ何そのコメント、これ趣味です、すいません、ひかりちゃんは、あれなんだ、あ、幼稚園の先生、あ、先生、似合う、先生か、
いいっすね。これ待って俺わかんないんだけど、タケルはなんだっけ。これタケルは声が平田博明さんになってます。違う違う、それは確かに。イケボーからイケボへ、まあ、あの小説家になって。小説家なんだ。今までの語りはタケルだったんじゃないかみたいな。ジュニア君この後じゃまた変わるんですね。平田さんになる。平田さんになる。僕はなるほど。もしも今後の続編が出たら語り部さんだったんだね。衝撃でしたね。で、タイツ先輩たちのが、うんうん、おー、素敵。外交官とかね、お医者さん超素敵だよな、ね、デジタルワールドのお医者さん、そうそうそう、最初の初のいいよ、ね、初のオーガモンに処置するの怖いけどな、ね、確かに。ヤマトはやっぱりこう宇宙戦艦というか ね、宇宙に宇宙に、ね、そう宇宙に。で、さらに現在この最終回僕らのデジタルワールドが、うん、東映アニメーションミュージアムチャンネルでなんと期間限定で公開中です、うん、でなので気になった方は見てみていただいて、うん、ああそうだったそうだったなんて時系列を見ながらでも確認してください、うん、そして名曲バタフライが流れる感動のラストシーンをね、この機会にぜひぜひこの時系列なんかと一緒にご覧ください、はい。うん、その過程ビギニング振り返りしてまいりましょう、うん、さあ今回の映画で書かれる始まりってどこに当たるんでしょうか。これね難しいですよね。ということで、こちらをご覧ください。ドン、はい、また年表が、ね、気になるじゃないですか。いやだからもう、うん、タイチとヒカリちゃんは出会ってるのに、うん、ルイとウッコモはパートナー関係を初めて結んだっていうことで気になると思うんでちょっと解説していきますけど、今作で描かれるルイとウッコモの出会いは1996年の2月、うん、で、実はその場所はあの大地たちが住んでる東京の光が丘団地で、うん、ルイはだから大地たちと同じ場所に住んでたんです。まさかの、はい、まさかのニアピンっていうか、うん、ニアピンどころか一緒、うん、で大地たちよりも後の出来事なのに、そうなぜ今作がビギニングなのかと、確かにっていうところなんですけど、特報 PV にあったみたいに世界で初めてデジモンとパートナーシップを結んだ、さっきも言いましたけどのがルイなんです。パートナーシップを結んだのがルイで、1個前の光が丘爆弾テロ事件はなんとデジモンとの早すぎた出会い、さっきちらっと言いましたね、キーワード早すぎた出会いだったわけです。でこれこの2つルイとウッコモはあの関プロデューサー曰く、うん、もう一つの早すぎた出会いということで、うん、ちょっと今えどういうことってなったと思うんですけど、うん、その意味はぜひ劇場で、はい、ご覧いただきたいですね。気になりましたよねこの年表。え、はい、どういうことどういうこと、出会いとパートナーシップっていうので、うんうんうん、てっきりね95年よりも前に出会ってたのかなと思ったら、うん、そうそうそう、ね、後なんですよね。パートナーシップを結んだのがその後だったんですよね、うん、これが時系96年、うん、95年と96年の間に何があったのかも気になるし、そうそう確かに11ヶ月そこから先も気になるんですけど、うん、そうなると、まあ、ビギニング年表で言いますと2012年なんですね、お話としては、うん、そうですね、うん、皆さんはじゃあおいくつになられたんでしょう。大体みんな20歳前後、そうですね、うん、でルイは20歳なんですよね。間なんだ、うん、そうそう、もうちょっと若いと思ってたな。そうだよね、なんかさ、ちょっとちっちゃくね、そこらに見えるのよ、うんうんうん、今回そのね、まあ、ビギニング、ちょっと皆さんに向けてあの監督やプロデューサーの方から鍵となるルイにまつわるエピソードをいくつかいただいてきたので、ここで一つ紐解いていきたいと思います、うん、はいはい、3つの中からちょっと今回一つだけ、一、うん、つだけ一つだけと言われて全部はダメなんですね、はい、3つあるのに、ではちょっと参りましょう。こちら、はい、まずルイが他の選ばれし子供たちと出会わなかった理由、これが1つ、ね、と2つ目はルイと他の子供たちの違うところ、気になりますね、気になりますね。そして3つ目、ルイの育った環境の裏話、あ、気になります。裏話っていうのに、ね、弱いですから、1個でしょ、どれか1個でしょ、時間足りないのか。1個だったら他の、ね、キャラクターとかデジモンの世界に関わりそうな1か2ですよね。そうです、1個だけっていうんだったら、ね、みんなも多分見てる、みんなもね、きっと気になる。でも裏話だよ、いや俺3、確かにそう思ったけど3
は作品見ればいいやと思ったけど、裏話も気になるし、ね、裏話確かにそっか、うん、これってだって、まあ、報道は1なのかな、ね、確かに、まあ、ここだったらやっぱ、ね、見てる皆さんのところも含めて、そうだね、1位がいい、裏話より、ね、ちょっと正当なところみたいな、そう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 、本当大輔とケンちゃんの会話ですねえ、いいの1で、ね、いや、いいよ、1でいいよ、いいよ、1でいこう、1でいこう、1でいこう、よし、では1番見てまいりましょう。はい、ルイが他の選ばれし子どもたちと出会わなかった理由ですが、このようにいただきました。ルイとウッコモンが他の選ばれし子どもたちとはいろいろな点で対をなす存在として今回象徴的に描いています。またビギニングで描かれるルイの幼少時代は誰にでも起こりうるお話で、大輔たちのイフルートとも言えます。イフルートなので決して大輔たちと交わることがありませんでしたと。でこれは公開後の特番でも監督自身が詳しく語っているのでぜひご覧いただきたいです、ね、まだ特番撮ってた、リンク出すでしょ、それリンク出すやつでしょ、教えてくれよ、そうなんだ、見たいな、出会ってなかったんですね、なんだ、でも確かにちょっとお話も重めというか、重かい、うん、そうだね、確かにね、でかつ仲間もいないしね、僕らはもうなんか困ったのに助け合えるけど一、ね、人だもんね、うん、確かに、もうそこからついとなってたんですよね、じゃあ、そうかも、そういうことは何かガッテいた、ガッテいた、本当にやる人いるんだなんだよ、いいじゃんアニメでしか見たことないじゃん、そうですね、ね、最後に監督からのメッセージご紹介いたします。はい、デジモンアドベンチャーという物語を次のステージに乗せるためにルイとウッコモンの物語を語る必要がありましたとのことです。次のステージ、そう、深い、ね、これ気になる言葉じゃない、ね、すごく、うん、乗せるためにってことは、なんだことはまだ、そう、この作品で次のステージに乗ったわけでしょ、そうですね、めちゃ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 期待してるよ、まだ公開前だね、まだ公開前だよ、気になります、何も決まってない、はい、ということで、ね、はい、選ばれし子供誕生の秘密が明かされるデジモンアドベンチャー02ザ・ビギニング、いやもう本当に作品を問わず全てのデジモンファンが見るべきメッセージが込められた作品となってます、はい、それで全てのファンももちろんだし、初めてこのデジモンを見るよっていう方でも始まりの物語なので、見てデジモンをより好きになってもらえるきっかけにもなる作品となっているので絶対に見逃せません、はい、見てください、ありがとうございましたありがとうございましたよろしくお願いします、よろしくお願いします、確かに見てくださいでありがとうございました、面白い締めてたね、自分で番組終了するみたいな空気になりますよねまだ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 、デジモンアドベンチャー02ザ・ビギニング、さあここに注目してほしいといったポイントを皆様に挙げていただきたいと思います。はい、はいはい、それではフリップに書いていただいたところで、はいはい、一斉にしました、はい、よろしいでしょうか、せーのでいこうか、せーのでいこう、はい、せーのほら、ちょっと待ってください、ちょっとみんなの見たい、長いね、待って、はい、なな字が綺麗、うん、あ、本当ですか、みんなの見える、前の2人は信頼、あ、ね、あ、みんななんか思わされてるみんななんか一言なんですね、まあ、そうですね、はい、ジュニア君は楽、楽な仕事だった、楽って何だろう、最低、一文字が2人いる、最低、そしてまばたき NG、細かいこだわり、あ、気になる、全部紹介していくんですよ ね、これがちょっとお時間の都合上、はい、2名様という、なんだって、先着、マジで先着2名、ね、え、どうする、松田さんに選んでもらいますか、それかこう、我こそはこれをっていう形で、いけない、それはいけないよ、自信ない、福ちゃんには1個語ってもらおうよ、選んでもらおうよ、ちょっと待って、本当に言って、確かに信頼関係性団結力って、うん、みんな多分ね、うん、ちょっと近いところだったりする、確かに確かに、うん、まあ、福ちゃんが総括して、多分言いたいことはみんな一緒で、うん、パートナーデジモンとの信頼関係、うん、そんで特に02はこの仲間たちとの会話しなくてもこうつながってる、うん、意思疎通ができて信頼し合ってるよって、団結できてるっていう、そういう関係性がありますよっていうところに見てほしい、うん、でパートナーデジモンだけじゃなくて、この我々人類っていうか、うん、みんながそれぞれ信頼し合ってるからこそ、ちょっと
無印さんとか他の作品とも違うみんなの関係性、信頼関係が見えるのがいいんじゃないかなと思って、うん、素敵、はい、ありがとう、いいね、ありがとう、お次にどうぞ、そんな感じなんだ、そんな感じ、そんな感じ、そんな感じ、2人もそうだ、合ってましたね、合ってた、はい、合ってます、合ってます、さすがです、じゃあどうしよう、はい、理かなっていう内容はもちろんなんですけど、はい、やっぱり、うん、あのポスターとかね、こう見ていただけると分かるように、うん、映像美がすごい、そうなんですよね、懐かしさもあるんですけど、そこがまたね、こう、まあ、進化というかパワーアップして綺麗になってお届けされているっていう感じが、確かにいいなと思った、うん、ぜひもう大スクリーンで見ていただきたいっていう意味の美です、うん、はい、よっ、美、はい、大好きよです、ビギニングの美、ビギニングの美、はい、の美、素晴らしい、もう全部ビギニングの美、あ、そういうこと、それいけますね、気づかなかった、うん、ね、いやちょっとね、あと2つも気になるところなんですけれども、他の方々の回答ぜひデジモンパートナーズの記事でご紹介させていただきますので、あ、じゃあそちらを、はい、かりました、はい、解説していきましょう、続きはそちらでチェックしてください、デジモンアドベンチャー02ザビギニング最新情報です、はですね、本作の最新情報をお伝えしてまいります、すで、うん、に解禁となっておりますが、今回入場者プレゼントとしてオーディオドラマ付きスペシャルステッカーとデジモンカードゲームの配布が決定しております、うん、3週にわたって週替わりで配布されるという豪華な入場者プレゼントでして、 ではキャストの皆様ご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか、うん、はい、じゃあ早速、はい、第1弾は映画の前日談を描くオーディオドラマ付きステッカーとデジモンカードゲームのチュートリアルデッキ、うん、はい、でオーディオドラマのタイトルは大輔の第一歩麺屋元宮開店となっております、大輔の夢の一歩となるストーリーになっております、はい、開店しました、ついにね、え、オーディオドラマ付きステッカー、豪華ですよね、QR コードとか読んだら感じなんですかね、多分リンクに飛んだらとかですかね、はい、気になる、素晴らしい、さあそして第2弾ですね、はいはい、第2弾はですね、映画の裏側のアナザーストーリーを描くオーディオドラマと書き下ろしイラストの V モンカードとなっております、書き下ろしなんだ、そしてオーディオドラマのタイトルは、うん、兄への SOS タケルとヒカリ極秘ミッション、うん、これを聞いてから映画をもう一度見てもらうと違った楽しみ方ができるかもしれないし、どうでしょう、何その濁し方、違わないかもしれない、結局やっぱタケルと光で動いてるのね、結局ね、結局ね、もやもや気になるね、もや気になるね、許せんね、ちょっとラーメンやってるからね、めちゃしょうがない、うん、大好きなラーメンがある、ラーメンがあるから、そしてそして第3弾は映画の後日談を描くオーディオドラマ付きステッカーと、うん、映画新登場のデジモンウッコモンの書き下ろしカードになってます、こちらのオーディオドラマのタイトルは僕たちの未来へ、映画のキービジュアルに書かれたキャッチコピー俺たちの未来へが類似点になったタイトルですね、うん、すごく重厚感のあるストーリーになっているので、うん、ぜひこちらも聞いていただけたらなと思います、うんうん、ね、これここまで絶対見てほしいよね、映画見たらここまで絶対聞いてほしい、ね、うん、いや納得できるところにね、もちろん映画では聞けないんだけど、うんうんうん、さらに深く納得できる、うん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 、見てほしいです、ぜひお願いします、はい、します、ね、映画がさらに楽しめる、ね、こうストーリーを体感することができますので、もう一度だけでなく何度も、ね、うん、劇場に足を運んで、うん、あ、こことここつながってるんだみたいにね、うん、本当にそうなんです、うん、ね、ありがとうございます、楽しんでいただけると幸いです、そしてチュートリアルデッキはですね、すぐにデジ化が始められる仕様になってまして、うん、デジ化まだやったことないなという方でも、もうこの機会にぜひね、ちょっと映画に登場するデジモンも入れて楽しんでみてください、うん、こうね、ティーチングアプリもアップデートいたしましたので、ぜひ遊んでみてください、うん、アプリがある、うん、すごい、あります、さあ続いてこちらの映像をご覧ください、カードが、カードが嬉しいですね、嬉しい、そういうの嬉しいな、ね、こちらのデジモンカードゲームブースターパックビギニングオブサーバーは12月に発売予定となっております、さらにデジモンカードゲームデジモンアドベンチャー02ザビギニングセットは明日27日11時からプレミアムバンダイにて受注開始ですので、お見逃しなく、他にも映画に登場するデジモンのグッズ発売されますので、ぜひ皆様お手に取ってみてください、そして片山さん演じる大好きのパートナー V モンと映画で新登場のウッコモンがぬいぐるみになりました、はい、
いる。そう、こちらです。このもうずっといたんだ。じゃあそうなんです、ね、クレーンゲーム全国ね登場しておりますので。クレーンゲーム、はい、なんかマスターしたってタケル言ってなかったっけ。あ、僕もマスターしました。タケルね、クレーンゲームマスターしたってなんかね言ってたよね。タケル並みの、はい、ちょっと、はい、マスターで、腕前で取ってください、ね、入手していただけると幸いです、はい、そしてですね、デジモンを育成できるこうバイタルブレス B シリーズにも選ばれし子どもたちのパートナーデジモンをはじめ、劇中に登場したデジモンも収録された連動アイテム B メモリーも発売されます。おお、いいですね。これがそうです。じゃあちょっと回しますか。回します。これでもホークモン、ホークモンと、はい、あ、アルマジモンが、すごい、かっこいい、はい、すごい、うんうんうん、こんな感じなんだ、本当にちゃんとこのゼロツーのロゴが入ってるのもいいです ね、これをバイタルブラシに入れていただいて、育てたいね、ね、そう、すごい。で、専用アプリバイタルブレスアリーナでも映画の世界観を楽しめるオンラインイベント開催予定ですので、ぜひ皆さんは、ね、こちらのバイタルブレス B でデジモン、ね、育ててイベント参加してみてください、なるほど。最後にガシャポンからデジモンシリーズ歴代映画ポスターのアート、キービジュアルを使用したポスターアクリルスタンドが、これ欲しい、懐かしい、懐かしいな、本当にちっちゃい、かわいい、全10種10種もあるんだ。これいいね、プレミアだ。うわ、しかもランダムなのがいいですね、全部欲しいですね、全10種めっちゃいい、並べたい、並べたい、並べたい、これは昔のまであるんだ、ね、ぜひこちらね、見かけた方はもう回して、お目当てが出るまでというかね、そうですね、はい、ゲットしてください。ということで皆様お待たせいたしました、はい、本日は特別に本編映像の一部を先行で公開します。 お伝えしましたよね、はい、映像の後に最新の商品情報をお届けしますので、うん、そちらもお見逃しなく、うん、それでは、ね、世界中のデジモンファンの皆様に一言ずつメッセージ、まずは真央さんからいただきたいと思います。あ、先ほども見どころのところで言わせていただいたんですけども、本当に映像も綺麗になっていて、何でしょう、懐かしいって思っていただけるところや胸に響くセリフなんかもね、もうたくさんありますので、ぜひ大スクリーンとね、もう迫力ある音楽とか、もうこの環境で楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。では続いて榎木さん、お願いいたします。はい、タケル役の榎木です。そうですね、やっぱりストーリーがすごく重厚感が本当にあって、結構重い部分もあるんですけど、そこにバランスをとって、こうみんなのわちゃわちゃ感だとか、今までのこうデジモンたちとの日常感とかも、合わさっている映画になっていますので、まあ、あとさっきね、真央さんも言ったように、あの映像もビギニングになっておりますので、はい、おほビギニングね、ちょっと言いたく入れていく、ビギニングになっておりますので、ぜひ、劇場まで足を運んでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて山谷さん、お願いいたします。はい、僕もその見どころで記事になるという話であったんですけども、少しだけ触らせてもらうと、見逃し、まばたき NG って書いたんですけど、本当に僕ら多分まあ1回とは言えず2回3回って見てると思うんですけど、なんか巻き戻しいっぱいしたんですよ。今のってみたいなので、その巻き戻した瞬間とか、あと見逃した瞬間とかがいっぱいあったので、ぜひ集中して見ていただきたいです。すごい細かいところに監督でありスタッフさんのこだわりが、その門の表情とか動きとかすごく細かく作られてるんで、小ネタとかね。そうなんだよね、もともとファンの方とかすごい楽しめる要素いっぱいあるので、ぜひ集中して見ていただけたらなと思います、はい、ありがとうございます、はい。続いて浅井さん、お願いいたします。はい、いよいよ明日公開ということで、うん、やっぱり先日一足を先に見させてもらったんですけれども、映画をやっぱりこの大スクリーンで見るあの大迫力と、あとやっぱり何と言ってももう外せないあのサウンドが流れてきた時には、もう何度胸の中で興奮したことか、もう自信を持ってお届けできる作品になっているので、ぜひ皆さん劇場でお楽しみください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続
いてアーサーさんお願いいたします。はい、改めて一乗寺剣役ランズベリーアーサーです。本当にキャストみんながすごく高い熱量を持って収録に臨んだ作品でして、そのなんていうんですか、やっぱ子供の時に見てたものをこう自分たちがまた関わらせてもらったりとか、あとはその門の皆さんも改めてこう何十年も経って時が経ってこうまた撮れるっていうのはすごく本当に嬉しくて、ゼロツーの物語、そしてルイ君の物語をこうやって届けられるのが本当に嬉しく思います。すごくビギニングということで始まりの物語になっているので、ぜひここからゼロツーたち、そして物語がどうなっていくのか楽しみに見ていただけたら嬉しく思います。本当にぜひ明日劇場に行って見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。大輔、はい、元宮大輔役の片山福十郎です。みんなたくさん言ったから何を言っていいか分かんなくなっちゃった言いたいことは難しいよね。いや、B に本当最初に言ったように始まりの物語で、どんな人でもデジモンファンはもちろん、ゼロツーのファンはもちろん、他のデジモンのファンももちろん気になることだったり、その始まりを見て、気になる終わりにつながっていくストーリーがやっと垣間見れるようになってます。すべてのファン、そして初見というか初めて見られるデジモンを見られる方にも楽しんでいただける内容になっていると思います。でもってさっきちらっと言ったけど信頼、ルイとウッコモンの特殊な信頼関係、信頼というかパートナー関係で、僕らの対照的な信頼パートナー関係っていうのが、こうすごい明暗はっきり分かれて作品の中にあります。それがこう最後結末、どういう結末になってそこからどういうエンディングを迎えるのかって、もう本当にこうずっと見どころがたくさんありますので、はい、明日劇場で、明日以降って言った方がいいかな、そうだね、明日以降ぜひ劇場に足を運んでいただいてチェックください、見てください。お願いします。自身もますます楽しみになってまいりました。さあでは最後に片山さん、はい、もう一回来た、はい、あれを振りをお願いしたいと思います。はい、いきます。本邦初公開デジモンアドベンチャーゼロツーザビギニングオープニング映像、せーの、 VTR スタート。Was ist los? Thank you.
けにはいかない燃え上がれ鼓動は胸を焦がしてる忘れられた明日取り戻してゆくんだ熱いバトル起こせ令和版になってそれ令和版のジョゲルスシンクが見れたのは良かったです絶対に見るべきめちゃめちゃ感動しました感動して泣いちゃってもうゼロツー好きな方はもう絶対後悔しないと思うのでもうぜひもう見てほしいです本当に待ちに待ったゼロツーみんなで盛り上げていきたいですやっぱり進化のシーンが一番好きですねあそこはもう昔を思い出す勢いで楽しかったですなんか新しいゼロツーを見れたなって思いましたはいすごい感動的というか壮大な物語だなと思ったのですこんなに泣くと思わなかったですすごい感動しましたデジモン最高大人になったエラベース子供たちが見れるっていうのはやっぱりその自分が子供の頃に見てたので本当一緒に大人になったみたいな昔の友達と久しぶりに会ったみたいないや、ね、面白かったですねめっちゃ面白かったですデジモンファン必見デジタルゲートオープン選ばれし子供たち出動デジモンペンデュラム生誕25周年を記念し1998年に発売された液晶玩具デジモンペンデュラムシリーズをカラー液晶にリニューアルしたデジモンペンデュラムカラー1ネイチャースピリッツオリジナルシルバーブルーデジモンペンデュラムカラー2ディープセイバーズオリジナルブルーオレンジデジモンペンデュラムカラー3ナイトメアソルジャーズオリジナルレッドブラックが登場しましたデジモンペンデュラムといえばジョグレス育成できるデジモンは当時のラインナップをもとにバージョンごとに振り分けて再構成しつつ特定のデジモンの組み合わせでジョグレスをすることによって完全新規デジモンや当時品では進化できなかったデジモンにも進化することも可能となっておりますデジモンファンによる投票で選ばれたデジモンが収録された別売りのバイタルブレスビーと連動するアイテム B メモリーホーリーウィングスディム B メモリーフォレストガーディアンスディム2枚セットで登場しましたそれぞれの B メモリーには鳥、電子型や昆虫、植物型の人気デジモンをはじめ投票企画デジモンエボリューションボートによってファンから選ばれたデジモン4体を含む計23体を収録していますバイタルブレス B シリーズよりウェブノベルが好評連載中のデジタルモンスターシリーズの新プロジェクトデジモンシーカーズの作中に登場するパルスモンをはじめとしたデジモンを育成可能な B メモリーが登場 B メモリー本体にはハンドルネームジャッジを名乗るハッカーとして活躍する登場人物レオンのマークがプリントされています新ギミックデジモンエースが使えるスターターデッキが登場 BT13 で先行してボックストッパーとして配布されていたエースのカードがついにデッキとしてプレイ可能にぜひエースの力を体感してくださいさらに英語版の ST15、16はウォーグレイモンエースとメタルガルルモンエースのパラレルイラストカードが封入されている当たりデッキがありますデジモンエースが本格的に実装されるブースターパックが11月17日発売デジモンアドベンチャーに登場した4体のデジモンがエースの力を手にして BT14 に実装さらに4体のデジモンエースには英語版限定のパラレルイラストカードが低確率で封入ぜひ引き当ててスペシャルイラストカードを手に入れようさらにボックストッパーとしてサーベイパックやリミテッドカードパックを封入このボックストッパーでデッキをさらに強化しようさらにさらに今回英語版 BT14 限定で超低確率でインペリアルドラモンファイターモードのスペシャル仕様のカードが封入オメガモンやアルファモンに続くスペシャルなカードとしてぜひ手に入れてほしい1枚となっておりますデジモンアドベンチャーコロンより
メタルグレイモンワクチン種がフィギュアライズスタンダードアンプリファイドシリーズにラインアップ。機械と肉体のコントラストをアンプリファイドならではの造形で徹底増幅しました。胸部ハッチが開き、有機体系ミサイルギガデストロイヤーの発射体制を取ることが可能で、ハイブウィングは模様を印刷したペットシートを使用し、シャープかつ鮮やかに表現されています。さらにアルタラウスモードを再現可能なパーツやディスプレイベースなど大ボリュームなセットになっています。デジモンセイバーズより交流型デジモンシャイングレイモンがアンプリファイドシリーズにラインアップ。アズマリア氏全面協力のもと、造形とギミックを徹底追求しました。巨大な剣ジオグレイソードにはジュエルシールやペットシールを使用し、艶やかな質感とディティール表現を実現。さらにプラモデルオリジナルギミックを搭載し、パーツの差し替えで双剣モードに変形が可能になっています。デジモンテイマーズよりフィギュアライズスタンダードアンプリファイドデュークモンが、正外に重厚感のある成形色、正順にはメッキなどを使用した豪華仕様で登場です。金メッキと重厚感のある鎧で演出するロイヤルナイツの姿降臨。 99.9% の高純度クロンデジゾイドを精製して作られた正外、清掃グラム、正順イージスをスペシャル版ならではの成形色で仕上げることで重厚感を追求。躍動感あるデジモンたちのフィギュアが再びクレーンゲームに登場です。ぜひ4体すべて揃えて並べて飾ってください。不朽の名作デジモンワールドに登場する最強のマシン型デジモン無限ドラモンがメガハウスよりフィギュア化。相手を威圧する迫力の造形やエッジのあるメタルパーツの彩色などはデジモンデザイナー渡辺健二氏、バンダイナムコエンターテインメント羽生一正氏協力のもと再現されています。さらに背中の無限キャノンは前後に稼働。デジモンワールドで繰り広げられたあの最終決戦をプレシャスジェムシリーズでお楽しみください。ご予約はプレミアムバンダイ東映アニメーションオフィシャルストアアミアミ限定で受付中です。2023年11月6日月曜日予約締め切りとなりますので、ご予約お忘れなく。Don't you want to know the truth of the two worlds?It's beyond the borders of the real and the digital. Let's go. Lugumon.Digital world can change people's lives.